スイム、プリゲート。皆さん、こんにちは。ズドラースト VH。こんにちは。今回は、前置詞、ぶ、な、プラス、前置格、について解説するのぜ。名詞によって、ぶ、を使うのか、な、を使うのか。対角の解説で習った、行き先を表す、ぶ、な、プラス、対角、と対応しているのぜ。また、前置詞、プラス、名詞の音読は、前置詞、プラス、名詞、をひとまとまりの単語として発音するのぜ。基本的な、場所、の捉え方として、ぶ、を使うと、屋根のある建物の中で、な、を使うと、屋根のない場所で、となるが、それに該当しないものもあるので、最終的には暗記になるのぜ。スタジオン、スタジアム、ナスタジオに、スタジアムで、プロシャチ、広場、ナプロシャジ、広場で、ウリッツァ、通り、ナウリッツ、通りで、オーストラフ、島、ナオーストラビア、島で、インスティトゥト、短科大学、ウインスティトゥチ、短科大学で、ファクリチェット、学部、ナファクリチェチ、学部で、ウニベルシチェット、総合大学、ウニベルシチェチ、総合大学で、クース、家庭、ナクーシ、家庭で、スコーラ、学校、в школе、学校で、ウロック、授業、ナウロキ、授業で、クラス、クラス、в классе、クラスで、レクチア、講義、ナレクチィ、講義で、マガジン、店、в магазине、店で、バリニッツァ、病院、バリニッツ、病院で、ビブリアチェーカ、図書館、ウィブリアチェーケ、図書館で、アプチェーカ、薬局、ワプチェーケ、薬局で、モジェイ、美術館、モジェイ、美術館で、チアトル、劇場、フチアトル、劇場で、エクスクルシア、観光ツアー、ナエクスクルシー、観光ツアーで、ウィスタフカ、展覧会、ナウィスタフキ、展覧会で、フィルマ、会社、フィルミ、会社で、ラボタ、職場、ナラボチ、職場で、スタラナ、国、в стороне、国で、ガスチーニッツ、ホテル、в гостинице、ホテルで、ユク、南、ナユギ、南で、север、北、на севере、北で、запад、西、на западе、西で、восток、東、на востоке、東で、парк、公園、в парке、公園で、рынок、市場、на рынке、市場で、завод、工場、на заводе、工場で、почта、郵便局、на почте、郵便局で、вокзал、ターミナル駅、на вокзале、ターミナル駅で、станция、駅、на станции、駅で、また、国名は前置詞、ぶ、を使う、アメリカ、アメリカ、в Америке、アメリカで、франция、フランス、во Франции、フランスで、カリエア、韓国、フカリエイヘ、韓国で、フィンリアンジア、フィンランド、フィンリアンジー、フィンランドで、キタイ、中国、フキタイヘ、中国で、ラシア、ロシア、フラシー、ロシアで、ユポニア、日本、ウィポニー、日本で、次のような世界的地域にも前置詞、ぶ、を使うのぜ。ヨーロッパ、ヨーロッパ、в Европе、ヨーロッパで、アフリカ、アフリカ、в Африке、アフリカで、町名も前置詞、ぶ、を使うのぜ。モスクワ、モスクワ、в Москве、モスクワで、東京、東京、в Токио、東京で、東京は格変化しない。次のような名詞は前置格の変化に気をつけてほしいのぜ。いわゆる第二前置格と言われるものなのぜ。アクセントは語末のうにあるのぜ。シカフ、棚、タンス、フシカフ、
だな、ダンスで。サート、庭。フサドゥ、庭で。リエス、森。ヴリス、森で。ウーガル、角。ヴグルー、角で。ポール、床。ナパルー、床で。モスト、橋。ナマストゥ、橋で。ビエリック、岸辺。ナビリグ、岸辺で。霊夢、今回の解説はどうだった？前回の動画で習ったように、語末が A になるのがほとんどね。そうなのぜ。この動画の最後にも出てきたように、音節が一つや二つしかない単語の語末は、う、で終わる傾向にあるのぜ。では、今回はこの辺で。バカー。じゃあね。